心はゆるっと、気付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は人気の帯結び276番、帯結び解説です。276番はお太鼓系のこんな感じ。とっても人気の帯結びなので、これよりもさらに深く、より丁寧にオンラインサロンではご説明していきます。YouTube でもやっていくから、よーく見てね。それでは、いっちゃうよ。今回の帯結びはお太鼓系の帯結び。手が上、垂れが下で一結びしています。ちょっと今回は厚手でちょっと厄介だなって思うタイプの帯を使っています。まず手先にパタパタ屏風ひだ、だいたい4センチぐらいですね。そして15センチぐらい残して寄せていきます。寄せていってゴムでバッテン止めにしていきます。こちら側も寄せてバッテン止めにしています。ここ輪ゴムを使っていってくださいね。輪ゴムを使ってバッテン止めにしています。そしてこんな風に、これ青いひだとか、青いのね、ゴモの、青いのゴモみたいに見えるから、青いひだっていうような呼び方で呼ぶ方もいます。こんな風にひだができました。かわいいでしょ？これ最初に作っておいてね。そして、この手のひだをお背中にくっつけて真ん中です。真ん中にくっつけたら、三重仮紐で押さえましょう。三重仮紐、できるだけ高い位置までしてあげて、前に回して胴の上で締めておいてください。三重仮紐ね、最初から中にしまってしまうと後で何かに使うこともできないし、どんどんきつくなってくるところだから、最後にしまうときに少し緩みを与えてしまえてあげるといいので、胴の上に用意しておいてください。そしてこうやってできるだけ羽もみんな出したいけれども根元まで押さえてあげてください。こんな風にしたら手前2本を使っていきます。手前2本に、今度はこの部分でお太鼓を作るので、垂れ元をしっかり1回開いて、そしてここ3分の1に折ったら手前2本を通してください。そして全部通し切っちゃって、全部通し切っちゃって、そして真ん中に持ってきて、新たにここに3分の1箱ひだを作って、一手分ぐらい、少し余裕があるといいんですが、それは帯の長さによって余裕を持てればなお結構。こうして2本でお太鼓の箱ひだを作ってください。その後、ここずーっと帯の胴を開いて、箱ひだの先を帯の中にしまっていきます。そしてお太鼓の準備ができました。そうしたら、ここからお太鼓分の長さ、そうですね、50センチは欲しいところです。でも、まあ、60センチ取れるんだったら、帯の長さによっては60センチぐらい取って、残りで羽を作っていきます。きれいに裏を見て、ここに羽ができるようにしましょう。左に輪を作って、ここで羽を作っていきます。で、こんな風に羽を作って、ここはバッテン止め。ここも上手に三重仮紐を使ってくださいね。バッテン止めをしました。バッテン止めでお太鼓の中に羽ができましたよ。全部真ん中に作ってみてくださいね。そしてここに枕、枕は薄っぺちい枕を使っていきましょう。薄っぺちい枕です。まあ、なければ、薄っぺちい枕じゃなくても、こういう厚手の帯じゃなければ、厚い
高さのあるお太鼓帯でもいいし、もし厚手の帯なんで薄っぺちい枕いいなって思ってないなって思ったら、まあちょっと薄っぺちいタオルかなんか丸めてやってください。でここに羽の下に置いて全部持ち上げます。そしてしっかりお背中につけて前に回していきましょう。帯の上線よりも上に枕が乗っていることを確認してください。そして帯の上線を枕のガーゼは通ります。枕を閉めて中に落とし込んでください。脇も落としてあげてね。そうすることによって枕はより一層お背中についていきますよ。こんな風になりました。帯揚げはかけちゃってくださいね。方向確認して帯揚げをかけてもらいます。そうしたらここで綺麗に落として布目が整うところを確認して、あとはお太鼓にしていくだけです。お太鼓の大きさはちょっとちっちゃめにすると可愛らしい感じになると思います。布目が正しいところを見て裏と重なるかなって思うところを探してあげてください。お太鼓が30センチあると大きいかもしれませんね。全部一緒に持って帯締めを回して整えます。そして形を整えていくことによって可愛らしいお太鼓の結びができました。形付けですね。形付け、まずお太鼓ちょっと箱ひだを広げてあげて、この下はぴったりつくようにね、お背中に沿うようにしてあげてください。そしてこの羽も広げてあげて、この溝に向かって広がってるといいなと思って広げてください。上に乗ってる羽ですが、できれば結び目のゴム紐が見えないように奥に入ってるといいですね。そして中から持ち上げてあげて、もしもゴム紐が見えちゃって嫌だなって思ったら、ここに何か飾りがあると実際は理想的です。こんな風に羽も広げてあげて重ねてあげてください。できればまあ紐がゴム紐が見えないようにするか、見えても大丈夫みたいなゴム紐にしてあげたりとかするといいと思います。そして羽も可愛く広げてあげて、このお太鼓の山は皆さんすごく苦労するところだと思うんですが、実際は見えない、こうやって羽が上に乗ってしまって見えないところだから、ちょっと安心して作れる箱ひだになってます。ではお背中にこの一番高いところの羽がちゃんとお背中についているように、綺麗な V の字が描かれるような風にして形付けしてみてください。意外と難しそうに見えるけど、どう？簡単でしょ？ぜひぜひやってみて。